こんにちは、芸能ダイヤです。創業者ジャニー喜多川氏の性加害問題の影響で実質的な解体の道をたどることになったジャニーズ事務所、今年10月17日付でスマイルアップに名称を変更し、被害者の補償業務のみを行っていくことや新たに会社を立ち上げることを報告しています。なお会見後には元 V6 の岡田准一さんが今年11月30日をもって事務所を退所すると発表しました。エージェント会社の設立を受けて岡田さんと同様の形で事務所を離れるタレントも出てくるのではないかと、所属タレントたちの動向に注目が集まる中、今月5日発売の週刊文春では木村拓哉さんやカトゥーン、亀梨和也さんらの名前を挙げながら退所ドミノが起こる可能性を指摘しています。スポーツ紙記者はストーンズに関してグループ全員での退所が噂されていますとコメントしているようです。そこで今回はストーンズが 2B 遺跡の噂について調査いたしました。ストーンズは2020年にスノーマンと2組同時デビューをしたグループで一時期話題になりました。同時デビューということもあり、2組は CD 売上枚数、 YouTube の再生数、登録者数といったさまざまな方面で比べられることも多いようです。2023年7月13日に週刊文春にて次にジャニーズ事務所を退所するのはストーンズではないかとの報道がありました。ガーシーこと東谷義和さんが2022年11月12日にツイキャス配信にてジャニーズ事務所よりキング&プリンス以外にもう1グループ脱退する可能性があると暴露しています。ジャニーズを抜けるのではないかと噂されているのは下記の3組です。 1. スノーマン、 2. ストーンズ、 3. トラビスジャパン。この3組はジャニーズ事務所を退所し新会社 2B を設立した滝沢秀明さんのお気に入り滝にだったため浮上しているようです。またジャニーズの枠に収まらず、俳優業や声優業、バラエティといったメンバー全員が多方面での仕事の幅も増えているのも退所の可能性があるのではないかと噂されているようです。2022年11月にキング&プリンスの平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんがジャニーズ事務所を退所することが発表されました。ファンだけでなくこの報道を聞いたたくさんの方が衝撃を受けたのではないでしょうか。ストーンズは同時デビューを果たした。スノーマンとの仲がとても親密なのは公認ですが、キング&プリンスも親密で音楽番組にて共演をしたら一緒に記念撮影をし SNS にアップする様子も見られています。仲が良いゆえキング&プリンスのメンバーが脱退することでストーンズの中からも誰かが抜けてしまうのではないかという噂が流れたようです。滝見としてタッキーのお気に入りだったストーンズ滝沢秀明さんがジャニーズ事務所を退所したことによりお気に入りとして優遇されていたことから今まで通りの活動ができなくなることが予想され、脱退や退所の噂が広がりました。ストーンズだけでなくスノーマンやトラビスジャパン、ジャニーズジュニアのハイハイジェッツなどもお気に入りだったようなので、ストーンズと同じように退所や脱退を心配するファンの声が多く聞こえています。またストーンズが 2B 遺跡と噂される理由として、ストーンズが海外進出を目指しているからという理由もあるようです。ストーンズは北米進出を目指し、スノーマンはアジア進出を目指しているとファンの間では言われています。平野さんがジャニーズを退所した理由にもあったように、ジャニーズにいる限り海外進出を目指すことはできません。海外進出を目指している平野さんが 2B を選んだということは、2B にいれば海外進出の夢を叶えられる可能性があるということ、そういったことからもストーンズが 2B 遺跡という噂が出ているのだと思います。このようにストーンズ退所の理由がネット上で話題になっている中、ストーンズから脱退するのではないかと言われているメンバーもいるようです。なぜそのような噂が流れてしまったのでしょうか。噂の理由について詳しく説明していきます。一人目は京本大我さん。京本さんといえばストーンズのダブルセンターでメインボーカルを務めています。歌唱力はジュニアの頃から評価されており、アイドルや俳優業だけでなくミュージカルでも活躍するほどの実力者。デビューを果たしてから年々歌唱力に磨きがかかっています。
そのためジャニーズという枠を超えて活動するのではないかと考えられるようです。お次は松村北斗さん。デビュー前に私立バカレア組で浅田哲也を演じてから、俳優としての目まぐるしい成長が見られる松村さん。近年では朝の NHK ドラマ「カムカムエブリバディ」、映画の声優を務めた「すずめの戸締まり」、ドラマ「恋なんて本気でやってどうするの?」「パーフェクトワールド」などといった数多くのテレビ出演をしています。アイドルだけでなく俳優として幅が広がってきたので、ジャニーズ事務所を退所して俳優一本でやっていく可能性があると考えられているようです。しかしストーンズにかける思いがとても強く、ストーンズは最強です、だってこの6人だからと公言するほどなので、現実として脱退する可能性は低いと考えられます。松村さん自身も退所を否定するようなコメントをブログに残しています。松村さんは10月4日に韓国プサンで始まった第28回プサン国際映画祭のオープニングレッドカーペットイベントに登場、13日に全国公開を控える出演映画「キリエの歌」で主演したアイナ・ジ・エンドさん、岩井俊二監督と共に開幕式に参加していたといいます。4日午後8時更新のブログ「北斗学園」では韓国と日本の気候が似ていると綴ったり、現地の雰囲気を楽しんでいる様子が伝わってきました。加えて「ストーンズで韓国とかにライブで来てみたくなってくる」と意欲を示し、その流れからアジアツアーとかでいくつか回ってみたいという願望を打ち明けていました。松村さんが自身をめぐる報道を把握していたのかはどうかは分かりませんが、このタイミングでストーンズとしての夢を綴っただけに、ネット上のファンは報道を暗に否定したと捉え安心したようです。このブログを見たファンからは、文春の件で不安になっていたけど北斗学園を見てめちゃめちゃ安心したら涙が出てきた、ストーンズや北斗の移籍説とかが飛び交っている中で今日の北斗学園を読んだらグッときちゃった、ストーンズを信じてずっとついていく、韓国にいてもストーンズのことを考えちゃう、北斗のグループ愛最高などと歓喜する声が続出していたようです。なおストーンズは今年8月30日にシングル「クリーク」をリリースしており、11月1日にはライブ DVD& ブルーレイ「慣性の法則インドーム」を発売予定。現時点で21年から毎年1月にリリースしているアルバムの制作やそれを引っ提げて行うコンサートツアーの発表はないようですが、嬉しい知らせを心待ちにしている人は多いはずです。今後も6人の活動が続いていくことを祈りたいですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価コメントをいただけたら大変嬉しく思います。それではごきげんよう。